ケンチです。西田で攻めるシリーズ、今回は久々にあの100円のお好み焼きに行こうかなということです。まあ、いろんな種類があって、トンペ焼きもいろいろあるということで、まあ、今回は、ね、お好み焼きとトンペ焼きを頼もうかなということです。ほんまに久しぶりですよ。よく通るんですけどもね、まあ、場所はね、四角公園の窓なりです。ここですよね、はい、あ、そうです、はい、あ、マジっすか。ほんまです。あ、行きました。あの、ジロー行ったんですね。はい、豚玉が100円で、豚玉卵入り150円、豚玉卵入りなんかいろいろあって、もう300円とか、とんぺい焼きとか。あの、あのアルコールとかないですかね。アルコールはないです。あ、ないですかね。はい、あの、持ち込みやったら OK です。あ、どこか近く売ってますかね。ちょっとの、あの、アルコール買ってきます。あそこに出てきて、もしかあるかが、はい、違ってるかも。あ、はい、ちょっと買ってきます。いや、トンペイが楽しみ。ここしかないわ、これ。そうですね、売ってましたね。もうちょっと大体、自動販売機少ないんだよ、ちゃうか。あー、はい、儲からんだろ、こんなもんね。そうだ、言ってんかな。そうですね、昔は儲かってるな。はい、ああ、今はね、もう100円で売ってるから、もう儲かる。ほとんど儲からないでしょうね。ほとんど高いの。ね、すごいですね。中は100円ですよね。はあ。自動販売機ジュースみたいに60円や70円。もうほとんど。100円でもこっちが、はい、70円っていう。はい。メーカーが一緒でも自動販売機。京都や奈良やったら同じ。200円か500円と思うわ。あ、ほらもう、先ほどこれ先取って、じゃこれちょうだい。はいはい、先ほどあのとんぺいとね、卵焼き、ちょっと待ってください。はい、よいしょ。とんぺいと、とんぺいと、普通の豚玉ですよ。寝る鬼さん出てるな。もうケニーさんのイメージは、はい、もう喋ってうまい。ああ、そんなこともないですけどね。そうですか。いや、もちろん。今日もあの、何、新八行って。あ、新八行ってきたんですね。行きました。あそこ牛タン美味しいでしょ。国分さんの和牛ホルモン、これをなんか聞いてたら、はい、で今日協定の方も来とって、はい、社長もおって、お持ち帰りもらっていいですか言うて、はい、どうぞ。そう、もう持って帰らなあかんでしょ。いやいや、僕も食べてるんだ。ね、どうかった。お、いいですか。すいません。レースもう、いや、まあそうですね。そうですね。で、奥さん、はい、の、はい、いろいろ見て、ね、見てますね、だいぶ。もう全部見ますよ、はい、これ、ね、山口商店懐かしいですね。でも、はい、あの、いつあるか分からへんから、はい、YouTuber、はい、のなんか、はい、あ、よかった、これ言ってくださいよ。そうですか。当たり前じゃないですか。 ありがとうございます。もう、あ、もう、あの、死ぬまであるかどうか分からない。いや、そんなことないです。もう結構この辺うろうろしますね。和牛ホルモンですよ。ああ、ね、あの、あと4つしかないだから全部。はい、はい、うん、何時ぐらいだったかな。あ、僕も帰るとき、あ、3時ぐらいですね、うん、若い子のお姉さんがまだおって、はい、お兄さんおって、はい、で、あと社長だから社長飲もうや言うて。結構飲むんですね。ただ僕企業やから山木はいたんかい。ああ、今あの知ってるけども、いっぱいでしたよ、今先見たら。でも、絶対チェックだよ。肉多め。カンムリアとかね。あ、カンムリアですね。はい、ケニーさん似てる人おるな。ケニーさん今日は出とったね。これまた明日アップするんですか。いや、まだまだですね。まだ先は、はい、あと自分が仕事終わったら大体あの吉本興業周辺の、はい、なんかあの天秤坊とか、あ、はい、あとね、ありますね、あの立ち飲みのもう門蔵秀と行くんですよ。大好きです。あ、大好きです。本当です。いや、本当にあの新八のあの和牛ホルモンいただきありがとうございました。はい、今飲んで食べてきました。いや、ほんまに、いや、びっくりしましたね。ああいうところでやっぱりいろいろ話ができるというのも、まあ、一つのご縁ですし、
まあ、こういうご縁というのは今後ともあるでしょうし、大切にしていきたいと思います。東京の方も来てたっていうのね、1週間ぐらい来てて、東京から来てて、で西成をね食べて飲むっていう、もうその旅に来てる。いやー、ケニチ羨ましいですね。大阪に住んでながらそういうことをしてみたいですよね。まあ、てなわけで今後とも西成せんべろシリーズアップしていきますので、チャンネル登録まだだからぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ケニチでした。